参りますね。ずっとドレスを着ていたこともあり、体が妙に疲れましたしね。ちぐさ殿、湯加減はいかがですか？うん、とっても気持ちいいかな。ごめんね、夕食までお商売になって、お風呂までベルさんも別室で待っててもらってるの忘れてて、悪いことをしちゃったし。ベル殿には我々が謝っておきますので。それに夕げも風呂も賑やかな方が楽しいですから。巫女様。ええ、ちぐさ殿、好きありです。春姫も、それ水鉄砲でございます。お、何？かつて共に風呂に入った時など、こうして湯を掛け合い遊んだではないですか。懐かしいです。山頂に湧いた温泉に皆様でたびたび出かけていって。ちぐさ殿も今は悩みを忘れて童心に帰って楽しみませんか。さあ、遠慮せずバシャッとかけてくださいませ。もう髪までびしょびしょ。自分もです。しかしやはり風呂は最高ですね。すべての悩みを洗い流してくれます。ちぐさ様、気持ちは少しは晴れたでしょうか。うん、ありがとう巫女と春姫ちゃん。まだどうすれば桜花に気づいてもらえるかとか、どうしたらダンスを踊れるかとか、全然わからないけど。難しい問題ですね。自分たちもあーだこーだ言いましたが、自身のこととなると。はい、いつかベル様と一夜の夢をという思いはあれど、そのような進展は何一つ。あ、春姫ちゃん。ベル様やファミリアの皆様と過ごすこの館の日々だけでも十分幸せでございますけどね。ちぐさ様が桜花様の隣にいるだけで十分だと思う気持ち、春姫にもわかる気がします。でも舞踏会でダンスを一緒に踊れたら、ちょっとだけでも変われるなら、私やっぱり桜花と踊りたいな。おお、誰に言われるでもなく心よりそう思えているのであれば大きな前進ですね。そうかな。だけど本当に
どうすればいいんだろう。そういえば、ベル様はアポロンファミリアでの宴でアイズ様をダンスにお誘いしたのですよね。そのような場で積極的にお誘いするような方ではないと思うのですが。あの時はヘルメス様がきっかけを作り、自分やナーザ殿がベル殿の周りで踊り、それとなく後押しして。あっ、そうです。あのような状況を再現すれば。ん？どういうこと？自分や春姫殿、顔見知りの面々が目の前でダンスをしていれば、さすがの大岡殿も。ここはそのような場所だと受け入れ、その気になるのではないでしょうか。確かに、大岡様は超鈍感な殿方かもしれませんが、極東男子の霊に漏れず、和を重んじる方でもありますし。してもらうのは。いいえ、この作戦のいいところは、自分たちにも意中の相手と踊る口実ができ。皆が幸せになれるという点です。春姫もベル様とダンスを踊れるのでございますか？ええ、ちぐさ殿を後押しするという大義がありますから。誘いやすさで言えば段違いです。あ、それはとても素晴らしい作戦でございますね。問題として、補佐川の我々は意中のお相手と親交が深まる可能性が限りなく低いですが。それはそれ。こう、それでいいの？まあ、こういったことは今更ですし。それより千草殿、こたびの舞踏会、千草殿はもう一歩前へ進むのです。意中の相手と踊って思い出に残る舞踏会にするためにも。ええ、春姫も千草様と一緒に笑顔になれる、そんな素敵な舞踏会にしとうございます。どうでしょうか、千草様。私も頑張ってみようかな。今日話したみんなみたいに、自分の気持ちにまっすぐ。俺がガネーシャだ。今宵はヘスティアオファミリアの見事な勝利を祝うめでたい宴、老若男女問わず楽しんでいってくれ。
ガネーシャ様は相変わらずでございますね。でも、すごい会場だね。豪華で、みんなキラキラしてて。ええ、このような素晴らしい祝いの場を用意していただき、ありがたい話です。しました？私浮いてないかな。なんか場違いな気がして。そのようなことは決して。千草殿は会場にいるどの貴婦人よりも輝いています。どうか自信を持ってください。ファミリアの後継者様？法上の女主人の店員さん、店員さんたちも祝勝会に？我々は神ガネーシャの依頼で料理を届けに。どれも宮川さんが腕によりをかけた料理です。どうかご堪能を。そのドレスとてもお似合いですね。そんなこと。謙遜する必要はありません。私から見てもとても麗しいと思います。いつもご一緒の大きな冒険者様はいらっしゃらないんですか？桜花は後から合流する予定で。なるほど。二人で待ち合わせをしてデートの雰囲気にしちゃうんですね。ジル、彼女を困らせないであげてください。困らせたつもりはないんだけどな。そもそも異性との相引きであれば、まずはテラス、星空の下ゆっくりと語り合い、誰もいない夜の森に赴き、永遠の愛を月に誓うもの、すべてはひそやかに、つつましく行われなければ。おお、それは素晴らしいです。ええ、まるで少女向けの戯曲のようでございますね。それだけでは十中八九、千草殿の思いは伝わらないのでしょう。冒険者様の思い人は相当な難物っぽいですね。だとしたら、
気づいてくれるまでアピールし続けて分かってもらうしかないですかね。も、森に誘うのですよ、シル。女性の側からそんなハレンチな。森はともかくとして、今恥ずかしいのと後で悶々と後悔するのなら今恥ずかしい方がいいと思うけどな。それは一理ありますが。あ、つけつけとごめんなさい。私の言うことは気にしなくて大丈夫ですから。あ、いえ、とても参考になりました。こんなにみんなが親切にしてくれてるのに無駄になんて後悔なんてしたくないですから、私頑張ります。迷いのないいい瞳です。ならば勇気を持って信じた道を進むしかありませんね。チビが色気づいて気色悪い。そんなんつこても無駄や無駄。意味あらへん。無駄じゃないやい。いつもと違う香りをつけたら雰囲気だって変わるし、意識しちゃうもんさ。そういう経験なさそうだし、言ってもわからないとは思うけどね。邪魔し、引きこもりの少女シンガー、そんなん気づくん百戦錬磨の女ったらしだけやっちゅうねん。ティア様、姿を見ないと思ったらこのようなところに。わあ、春姫くん、それにちぐさくんも見つかってよかった。君にプレゼントしたいものがあってね、探してたんだ。私にですか？ああ、対オオカ君よ、最終兵器。どんな鈍感男だってクラッと恋に落ちる甘い香水。しかもデメテルから譲り受けた特注品だぜ。ほら、ちょっと嗅いでみなよ、ちぐさくん。だろだろ、これをつければどんな男の子だって一からさ。はっ、そんな小細工せんとあかん時点で負け戦確定や。ステータスも技も未熟な冒険者がどんな武器振り回してもどうにもならんのと一緒やな。ちぐさくん、こんな奴の言うこと気にしなくても大丈夫。こういうのは
いつも一緒にいる人ほどちょっとした変化が気になったりするもんなんだ。効果は抜群さ。はあ、ほらし、ロチビの言うことなんて聞いてたら地獄民でな、アイズダーン。香水、いい香りだったし、ヘスティア様が正しそう。アイズダーン、背中から誘んといてや。バレンナリガシ君。とにかく、ちぐさ君、この香水は君をさなぎから蝶へと変えるとびっきりの変身アイテムなんだ。オーカ君とダンスする前、必ずこの香水を振るんだよ。それで幸せなひとときを過ごすんだ。ありがとうございます。あ、そういえば少年がおらんやんけ。ついに愛想尽かして出てったか。用事があって遅れてくるだけだい。どうやろな、今頃フレイヤーあたりにでも取って食われとるんちゃうん。な、何よ。ごめんなさい、ロキがうるさくて。ないです。あのきれいすぎるよ。女の人なのにちゃんと見られない。ん、どうかしましたか。ベルさんはこんな綺麗な人に。ケンキさんはベルさんとダンスしたんですよね。ウォーゲームの前。そのケンキさんみたいな有名な人がどうしてベルさんの誘いを受けたんでしょうか。どうして。あんまりそういうお誘いを受ける印象がなかったから気になって。ベルにお願いされたから。え、それだけですか。それだけかも。案外、誘われる方というものはそれくらい単純なものなのかもしれませんね。ええ、どうしても誘う側というのはあれこれ考えすぎてしまうものですが。大丈夫ですか。私、ベルさんみたいに勇気が持てるかわからないけど、
とっても参考になりました。あの、ありがとうございました。それにしても、大岡殿いらっしゃいませんね。ベル様が様子を見に行ってくださっているとのことですが。マドモアゼル、どうか私と今宵踊っていただけませんか。お断りですわ、軟弱者。私は筋骨隆々な男性でないと満足できませんの。ああ、ガネーシャ様、いずこへ。どうか私をダンスに誘ってくださいませ。そんな、ああ、愛しの君よ。断られて泣いてる。大丈夫です。大岡殿と千草殿があのようなことにはきっと。あ、いた、千草さん。様はいかがでしたか。それが竹三日土ファミリアのホームにはまだ帰ってきてないみたいで。クエストに手間取っているのでしょうか。レアアイテムは見つからないときは本当に見つからないものですしね。ばっかりかけて。本当なら私が桜花についていかなきゃいけなかったのに。千草さん、僕たちは好きでやってるだけですから。ですけど。それに僕らは直前までしか協力できませんし。大丈夫、桜花さんはリリとベルフがきっと連れてきてくれます。ちぐささんは、オオカさんが来たら、心からしたいことをしてくれればいいんです。私が、したいこと。ダンスだって、無理にしなくてもいいと思うんです。オオカさんと清掃して、一緒に過ごすだけでも。え？ちぐささんが楽しんで笑顔になってくれれば、きっとみんなも、オオカさんだって嬉しいはずですから。春姫ちゃんたちはみんなベルさんのこういうところに。え？それにあのアイズさんを誘う勇気もあって、ベルさんはすごいです。僕はすごくなんか冒険者なら分かってもらえると思うんですけど。必死に戦ってると頭真っ白になって、気がついたらとんでもない相手に向かっていってることってありますよね。あの時もそんな感じで。
アイズさんが急に目の前に現れて、みんなが後押ししてくれて。とにかく必死で、気がついたら一緒に踊ってて、勇気だなんて立派なものじゃん。では決してなくて、物の例えというか、なんというか。でも、そういう時に逃げないのは、やっぱり勇気だと思います。かっこいいと思います。え、ちぐささん、なんか言ってんの。楽しかったですか？はい、それは、なんていうか、なんだかそれまでと全然景色が違って見えて、キラキラ輝いてたっていうか。ほら、大男、早くこっちに来い。ネクタイが曲がってますよ。まったく、今日は王子様なんですから、ちゃんとカッコつけてください。王子様なんて柄じゃないだろう。だいたいこんな格好をしてもな。来たみたいですね、ちぐささん。今のまま、ちぐささんのままで思いっきり楽しんできてください。はい。おうか、なんか落ち着かないというか、変な感じだな、この服は。ことない、とってもかっこいいよ。気を使わなくても大丈夫だぞ。こういう場にそぐわないことくらい自覚してるからな。そうだ、飯でも食うか。ダンジョンから帰ってきたばかりで腹が減ってな。会話を、そこはちぐさくんのドレスを褒めるとこだろうが。神様、落ち着いてください。おお、豪華な料理だな。食い出がある。ほら、ちぐさもなんと食え。こういうのは食えるとき食っとかないとな。ちょっと、おうか、こんなに食べられないよ。ああ、早速妹扱いの本若空間に。なんとも見慣れた光景ですね。しかし、ここが恋の正念場。どうか頑張ってください、ちぐさ殿。俺がガネーシャだ。これより我らガネーシャファミリアによるマッスルショーを披露させてもらう。まずは我らのマッスルウェーブを見ろ。うおすごい。
神じゃなければ相撲の一つでも取ってみたい肉体だな。おお、これがオラリオの舞踏か。閉めてる？ああ、最初はろくに踊れもしない俺がこんなところに来てもと思ったが。流れてくるオラリオの音楽に耳を傾け、場の雰囲気を味わうだけでも感じ入るものがある。飯もうまいしな。いくら教養がないって言っても、その場その場を楽しむことくらいはできるつもりだぞ。私と一曲踊っていただけますか、レディ。喜んで。お、みんなも踊っているな。三日月様、ダンスは技より駆け引きですね。ああ、うまいぞ美琴、その調子だ。ベル様、これがオラリオのダンスなのでございますね。肌と肌が触れ合い、なんとも感動的な。春姫さん、ちょっと表現が。みんなうまいもんだ。春姫もさすがはたっとき身分だったといったところか。今宵は全てを忘れ、音楽に身を委ね、愛を深めようじゃないか。もう誰にでもそのようなことを言ってるのでしょう。まったく。全てを忘れ、音楽に身を委ねか。あ、それって舞踏会の本質なのかもしれないね。そういういろんなお膳立てがあるから、普段はできないようなことができちゃったりするんだ、きっと。あ、ヘスティア様、冒険すべき時はきっと今だぜ。もっともっとわがままに、心の赴くままにさ。ベル様、あの、もっと春姫を抱き寄せてくださいませ。いや、春姫くんはちょっと調子に乗りすぎだけどね。後できつーく言っておかないと。
のね、桜花。私も踊りたい、桜花と。いた！さあ、桜花殿、どう出ます？どうか、どうか千草様の切なる願いを。いや、それは違うぞ、千草。え？その、なんだ、こういう場での作法くらいは俺でも知ってる。千草、俺と一曲踊ってくれないか？いや、私と一曲踊っていただけますか、レディか。照れるな、こういうのは。喜んで。ありがとう、桜花。やりました！千草殿、お見事です。もどかしいったらあれしない。ま、苦労をした甲斐はありましたが。ああ、あの顔を見られただけでも報酬としたら釣りが来る。うん、二人ともとっても楽しそうに踊ってて、良かったですね。これにてめでたく万事解決。テスター！ゴーン！勝手に閉めるんじゃない！ほら、役目は果たしたろ！一刻も早くベル君から離れるんだ！踊ってもらうよ。ほら、マレンナ・ニガシ君を誘った時みたいにさ、かっこよく僕を誘ってくれよ。神様、どうか僕と一曲踊っていただけますか？ああ、喜んで。さあ、踊ろうじゃないか。夜はまだまだ長い。宴の時間はこれからだ。